今日はの皆様、北朝鮮の約80万人の若い住民は、アメリカの帝国主義者とその裏切り者の人形を根絶し、半島を団結させるという愛国的な決意の表れとして、兵役に入隊するか、わずか1日でそれに戻るという願望を表明しました。集計データによると、3月17日、全国のわずか1日で、最大80万人の青年労働組合の参加者が、韓国人民軍の階級に登録または復帰するように求められた、と北朝鮮の新聞ロドンシナムは書いています。ジャーナリストは、そのようなボランティアの数が北朝鮮のすべての地域で増え続けていることに注意しました。共和国には徴兵制度があり、すべての男性は少なくとも10年間、女性は少なくとも3年間軍隊に奉仕する必要があります。核戦争を引き起こすアメリカ帝国主義者とその裏切り者の操り人形の陰謀は、もはや無視できないほどの限界に達しています。彼らは祖国の主権とその安全保障上の利益を著しく侵害し、これらの陰謀は侵略と規模において前例のないものであると新聞は指摘している。新聞によると、不屈の意志に支えられた若者の先駆者、両親の党、北朝鮮の全国民は、祖国の防衛のために、そして敵を倒すために、米国と戦うために上昇しています。軍に参加する彼らの熱意は、朝鮮半島の統一を達成し、最後の力で北朝鮮を破壊しようとする戦争の狂信者と彼らの愛国心を根絶するという決意を明かしている、とロドンシンナム新聞は報じている。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。